ウッキクサ号市は中華人民共和国厚生省西部に位置する地球市。侵害革命及び中国共産党の革命の唇を切った町であり、中国有数の炭鉱を有する重工業都市でもある。ウッキクサ号市は湖南省と接して位置する。亜熱帯性気候で高雨に恵まれ、気温は斧である。 年平均気温は摂氏17.2度、年平均降水量は1576ミ、mm、リメートルである。北部と東南部の地形が高い、中部は低く蔵のような形をしている。市内は河川が多い。地形は主に丘陵と山地であり、丘陵の面積は33%を占め、山地は25%、平野部は約20%を占める。 森林率は95%である。春秋戦国時代には、祖国の調査軍に属した。三国時代の呉の法廷2年に、浮草法圏を設立。孫文が率いた中国同盟会は1906年12月に、浮草流甘酒法規を組織し、侵害革命の幕を切った。1922年9月、毛沢東、劉正李利さ三らは、 暗言法規を組織した。1960年章直轄史となり、1970年、九九史に昇格した。西勝区3三県を管轄する。今まで発見された、金属鉱石は30種余り、非金属鉱石も22種があった。石炭、鉄鉱石、銅、アルミ、水銀、石灰石、石英、大理石。 硫黄などがありその中で最も豊富なのは石炭である。その他、石灰石、石英砂などは埋蔵量も多く、品質も高い。ありがとうございます。